い、どうも、チュープロです。プロレス界の重箱の隅を作らないよう、毎日を一人語りでお送りしております。こちらのチャンネル。今日の話題はこちらになります。はい、見た目だけじゃない、ボディービル出身のレスラーについて語りたいと思います。ボディービル出身のプロレスラーっていうと、まあ、例えば格闘系スポーツであったりとかに比べると、やっぱりその、例えば見た目、まず見た目に関してはやっぱりとてもあの、ビジュアル的には恵まれている、筋肉ですね。素晴らしい筋肉をお持ちの方がやっぱ多いと。ただやっぱそれに比例してイメージとしては例えば動きが硬いとか、力に技に頼っているとか、まあ、要するになんかそのレスリングというものをするイメージはないのかなというふうに思ったりもするんですけども、意外とプロレス巧者は、意外とといったら失礼ですね。プロレス巧者多いんですよね。で、まず、はい、スティングですね。スティングも、ボディービル出身です。まあ、アルティメットウォリアーとのね、ブレードランナーズを組んで、まあ、あの二人が結局本当は、ボディービル出身コンビだったんですけども、まあ、アルティメットウォリアーもアルティメットウォリアーで一時代を築きましたが、もうなんていうか、ボディービルダー出身の典型みたいな、体硬い、力任せ、プロレス下手で雰囲気だけで持っていけるタイプだったのに対し、スティングは、あの、プロレスの何たるかというものがですね、すごくよくわかっていて、やっぱり、技を受けることも問わず、やっぱりそれに対しての受けのうまさであったり、攻撃の緩急の付け方であったり、かといって、まあ、パワーに対してもね、若い頃は特にボディ、リフトアップスラムなんかもやったりするぐらいでは、しっかりとパワーも見せつけていて、跳躍力の高さもあり、また、まあ、イメージチェンジをしてからは試合巧者というイメージがすごくついて、非常に、ボディービルダーの中でも、優れたプロレス、レスリングセンスを発揮した選手ではないかなというふうに思っております。そして次に、リクルード選手ね、リクルードに関しては皆さん、ね、G1 クライマックスの2回目のトーナメントで、非常に株をね、新日本プロレスのファンについても株を上げたというふうに思いますけども、まあ、いわゆる細マッチョ系のボディービルダー出身で、まあ、本当に筋肉ポーズとかっていうのも様になっているような、まあ、細マッチョなタイプであるにもかかわらず、彼も非常にプロレスがうまいと。技に関してはそれほどたくさん持っているわけではないんですけども、やっぱり、緩急の付け方というか、レスリングセンスがすごく上手で、あまり体がガチガチに硬いという印象もなかったです。まあ、飛び技とかあんまりね、もちろんしませんけども、やっぱり自分の体の使い方というものを非常によく分かっていたかなというふうに思います。まあ、腰あたりは異常に柔らかい感じがありましたよね。そして、忘れてはいけません。はい、アニマル浜口選手もボディービル出身ですよね。まあ、娘の京子ちゃんにも一番最初にはアマレスよりもボディービルをね、先にやらせて構成させたというような、逸話もあったりとかしますけども、彼ももともとはね、バックボーンはボディービルで、でも、その、なんていうのかな、まあ、もちろん筋肉すごいんですけど、いわゆる、ボディービルダー系のバキバキ、ムキムキな筋肉ではなくて、本当に戦闘スタイルに合うような、動きやすい筋肉というものをしっかりと作っていたタイプじゃないかなと思います。やっぱりまあ、海外のボディービルダーと日本のボディービルダーと、だいぶ違うと思うんですけども、特にもう下半身の作り込み方に関しては、浜口さんはもう本当にすごいものがあるかなと思って、そのあたりが、やっぱり波のボディビルダーの出身選手と比べてもかなりやっぱりプロレス適応能力、ね、もちろんその情熱もありますけど高くあったんじゃないかなというふうに思います。まあ、結論としてはボディビルに限らないですけども結局はどの競技をやっていたかということよりもその人がどれだけプロレスに対して真摯に打ち込んでいったかということになるとは思うので、まあ、ただその中でもボディビルダー出身っていうのはどうしても、まあ、筋肉逆に言うと筋肉だけみたいなイメージで思われがちなところもあるので、そうじゃないよ、こんなに素晴らしい選手たちもたくさんいるんだよということをね、お話ししたかったなと思います。もちろん、逆にですね、レックス・ルガーとか、ウォーロードみたいなね、筋肉お化けだけみたいな選手ももちろんいますので、まあそういった人もいるよと、まあ結局は人なんだよということを、言いたかったという、そういうお話でございました。今日はですね、ボディービル出身のレスラーについてお話をさせていただきました。今日の動画が面白かったという方は、チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いいたします。それでは今日はこれで終わります。ジュープロでした。